どうも。タケノコ知ってる？知らない。いや、食べるタケノコの話なら、話っていうか、食べるタケノコならいいよ。わかるよ。タケノコってほら、食べるときさ、どうする？食べるときどうするって、茹でるで。茹でたらどうする？食べる、一応。そのままじゃ食えないでしょ。いや、茹でて、食べるでしょうよ。食べるときどうする？塩って、タケノコってさ、もともとこうやって生えてる。生えてるよな。どうする？生えてるの？取ったら。取ったらどうするって。周りのほら。ああ、剥くでしょ。剥くでしょ。剥くよ。皮剥くよ。それ。なんだよ。それ、タケノコハギの話。ああ。なんだよ、それが。タケノコハグ、タケノコ食べるときにさ、剥いてくじゃん。剥くじゃん。皮剥くよ。あんな感じで、詐欺られる話。どんな詐欺に合うんだ、それが。じゃあ、これね。あのね、八王子。八王子で、あれはね、何の仕事してた時だったかな、確かね、パチンコの営業かな、の仕事してる時に、八王子で休憩する時間があって3時間ぐらい空いたんで、だから八王子で飯食って、で、八王子で飯食い終わった後に車止めて、まだあと2時間ぐらい違ったから八王子のこう商店街をね、プラ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 歩いてたの。そしたら、あのビルのところに、こう、よくチラシあんじゃん。なんかさ、風俗のチラシ。あるね。で、なんかこれ切り取って持ってけば、いくら割引とかさ、今はもうないだろうけど。ないな、今はないな。で、昔結構その、履いたるとこに貼ってあってさ、で、それを見たら、すんごい可愛いお姉ちゃんの写真でね。で、いくらだったかな。1万円が、3000円になります。あ、そんなに7000オフ。そう。あ、それ大きいね。で、もう元が1万円だから、まあ多分ピンサロだろうなと思ったわけ。でもまあ3000円だからさ、3000円だったらいいかなと。まあまあそうだな、そうなるわな。1万円よりは。1万円でピンサロはちょっと高いけど。知らねえよ。わかんねえよ。3000円くらいだったらさ、まああるかな。だから口だけじゃん、ピンサロはね。まあまあ、そこまで乗せていいのかどうか分かんないけど、だから、まあ、あるかな、3000円だったらと思って、これピーって抜いて、で、この小さいチケット持って、で、そこの貼ってあったところの階段登って、雑居ビルだったんだけど、テクテクテクって登って、で、受付ね、受付があったから、受付のドア開けて、そしたら受付のところに、なんかね、チンピラみたいな人がニヤ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 したの立ってんの。で、いらっしゃいとか言って、で、あ、これチケットあったんで、これチケットでお願いしますって言ったら、あ、チケットね、ありがとうっつって、チケット受け取って、受け取って、もうまだそこでもニヤ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 してんの、そいつ。じゃあちょっと、そっちの部屋で待っててって言われて、で、部屋に通されて、明日なんかね、ピンサロの人はやけに部屋が広いの。個室で、なんていうかな、なんか体式マッサージみたいな感じで、ベッドがこうあって、薄暗い部屋で、もう明らかにピンサロじゃない。でもまあ、まあ元が1万円だから、これもしかしたらなんか違ったのかな、ちょっとピンサロよりももっといいサービスのね、ところだったのかなと思って、待ってたの。そしたら、男の人が来て、じゃあ服脱いで待っててって言うわけ。でもさ、ピンサロだったらさ、服脱がないわけよ。そうなのね。だってほら、脱ぐ必要はないじゃん。まあ、ただズボンは脱ぐけど、で、なんか靴下も脱がされて、ズボンも脱がされて、で、上半身も脱がされて、で、何？バスタオルだけになったの。で、そしたら、その男の人たちがさ、チンピラみたいなやつがさ、その服入れたかご持ってっちゃうわけよ。どっかに。で、ちょっと待っててねって言われて、で、ちょっと待ってたらさ、女の子が来て、で、女の子が、じゃあ、始める前に、
コースどうするって言われたの。おお、そうね、律儀だね、ちゃんと。あのもう3000円を払ってんだよ、うんうんうん、受付の時に、うん、1万円が3000円になってるから、うん、もう3000円払ったよって言ったの、うん、そしたら、いや違う、あれは入場料なんだっていうの。って言ってそうなのって言ってで、入場料の他にあのコース料金がいるんだって。で、コースは松竹梅あるんだよ。梅と、なんだ、竹と松か あって、どれにするって言われたの。うん、ええって、まだ払うのって。で、いくらなのって言ったら、確かね、梅がね、梅が2万とかで、竹が5万とかで、松がね、10万とかめっちゃ高いんだよ。もう3000円とか比じゃない、うんうんうん、で、いや、もう今ね、お金ないんだけど。ああ、ないね。もう全然お金ないから、うん、もう3000円しか払えないんだけどって言って。下心がなったからそういうドツボにはまるんだ、ほんとに。でもね、その時、その風俗に行こうって思ってたから、一応会社の車に財布と、免許証とか全部置いてきて、うん、で、現金だけ持ってたの、うん、現金だけ1万円だけ持ってたのかな、うん、1万3000円くらい持ってたのかな、うん、で、3000円だけ払ってんじゃん、うんうん、で、現金はポケットに現ナマで持ってて、うんうん、でも一応、ね、もうないから、うん、もうないんだけど、で、そんなね、コース料金いるんだったら、うん、いいよ、もうね、まあ、入場料だけで、入場料しょうがないから、3000円ね、もうしょうがないから、いいよ、うん、って言って、うん、そうなの、分かったって女の子、テクテクテクって、奥、帰ってって、じゃあ、もう帰る用意するから、ここはしてくんかなと。うまそうだな。だから、女の子、しばらくしたら戻ってきて、ねやっぱりダメみたいっていうの。何がダメなんだよ。どれかコースをね、選ばないとダメみたい。いや入場料だけじゃダメって言われた、その奥の人に。って、いや、そう言われても、本当に困っちゃうじゃん。ああ、そうだな。でも、もう梅でさえ2万くらいするんだからさ。で、いや、でもさ、本当にでもお金ないし。そうないな。今日財布も持ってないしって言って、うんうん、で今日なんかね他になんか銀行のカードとか持ってないのって言うわけ。でも今日財布持ってきてなくて お金しか持ってきてない。でお金も、うん、もう本当さっきの3000円でちょっとくらいしかない、うん、って言ったら分かったって言ってまたその子奥に戻ってっちゃってでしばらくしたらやっぱりまた戻ってきてでもやっぱり選んでくれないと返せないってすごい言ってるっていう奥の人がね。でも本当にね今いくら持ってるのって言われて、でしょうがねえなと思ってもう現ナマで持った残り1万円くらいかな1万あったかな8000円くらいだったのかな。もうこれもう本当これしかないんだけどって言って財布持ってないしって言ってでしたらまたそれ見て、ああ、これだけなんだって言って、これだけなんだって言われて、でまたその子、奥行っちゃって、そしたらまたしょんぼりして帰ってきて、うん、でもやっぱりこれだとね、返せないって言われてるんだとか言って、でも本当にこれしかないんだよって言って、こうさ、見ててたら、分かったって言って、その子が、うんうんなんかこう、こそ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 自分のバッグ出してきて、おう私がね、おう1万2000円残り出すから、これで2万円って埋めんっていうことにしようよって言って、私が出すからって言って、うん、ああ、分かった、じゃあもうそれでいいよ、でも本当にいいのって俺がね、って1万2000円出してくれるって言うからね、おうもうそんなでも出さないと、もう多分出れないよっていうの。分かったじゃあもうそれでいいよって言っておうおうでそれで財布から1万2000円出して2万円にして梅コースにしてうで恋したのか
恋はしたのか。ない。ねえのかよ。ないの。な。なんもないの、それ結局。な。で、その子は、その子はその子で、ああもうこれで、あのもう、返してくれるみたいだからって言って、服も全部持ってきて、で、もうこんなとこ来ちゃダメだよ、絶対って言って、ほら、犬じゃねえんだからよ。ここら辺はね、全部こういう店だから、ああいうチケット持って上がってきちゃダメだよ、もう絶対来ないでねって言われて、なんかすごくいいように見られたよ。いい子に見えるんだけど、8000取られたわけだろ。8000取られてるし、3000も取られてる。なんもしてない。最初の3000も。手でもしない。なんもなく、ただお店に来て、3000の入会金だったり、入場料、入場料と8000円の、8000円の お助け賃でな、お助け賃というか追加料金を払わされて、だから1万1000円取られて、で挙句の果てに来ちゃダメだよ、もうほら早く帰るんだよって言われて、そう言われて出てきたの。なんだその惨めな話。だからさ、一見その子はすごいいい子に見えるんだけど、見えるけど実はグルだったのかなって。って思ったりもするわけ。いや思ったらグルだろうな。だってどの道それで後で1万2000返してくれるんだろうから店からな。かもしれないし返してくれないかもしれないし、うん、だから本当に好意 で出せないから出してくれてもさ、結局さそこにとどまらせたところでさ、うん、お金もないしさ、まあな、どうしようもないんだよね。何だったんだな本当にな。だからまあでもそれ時間にしたら40分くらいだろ。40分で1万1000円取られたわけだから、いい商売っちゃいい商売だよな。まあそうだけどな。でもで下手すれば元取れたわけだしさ。でもまあまあ何もないにしてもな、割引してくんねえとな。へえ。いやーそれね、だからねあれはね その下心も、下心もあれだけどな、やっぱり。いやだって別にただ普通にお店行っただけだぜ。風俗じゃねえか、偉そうに、偉そうに言ったって風俗じゃねえ。別に下心じゃない、ちゃんとお金払ってやってもらうんだからさ。まあ3000円に釣られたのがいけなかったんだけどね。いや、俺に言わせる、俺風俗行かねえから分かんねえけどよ。本当によ。いや、あれはね、でもね、あのニヤニヤしてる人はね、あれ多分ヤクザなんだろうね、超怖かったから。知らんねえけど、本当によ。いや、怖かった。でもいい人に会ったな、その女の子みたいな。まあその子がいい子だったかどうかは分かんない。分かんないけどな。うん、でもその子結構可愛かったんだよ。お話しかしてないけど。結局可愛い可愛いって言ってからだろ、うん、本当によ。だってでも可愛いかどうかは入ってみないと分かんないだろ。そうだけどよ、本当によ。やっぱり女性はハートだよ。男もハートだけどよ。まあでもまあそういうことでね、八王子でもしそういうチラシが未だにあったら、あったら行ってはいけません。もうないでよ。ない。見たことないけど。八王子かそれは。本当に八王子。恐ろしいや。この世の中恐ろしいや、本当によ。あれはね、多分ね、竹とか払った人いるんだろうね、松とかね。まあでもな、そのぐらいしねえと金稼げんだよな、そういう人たちもよ。だからもしも財布を持って行ってたら、うん、そういうところ、じゃあそういうところ行く人はどうすればいいんだ。じゃああらかじめどっかコインロッカーかあの車に置いとけばいいのか、別に財布を。そうだね、だから現金だけ持ってきゃいいんじゃない。あだってほら財布持ってって中に銀行のカード入ってたら、まあそうな、 ATM 行こうかってなるな。ATM 行こうかって多分なるから、言われるから。じゃあそういう人たちは行きたくなったらまあ現金をどっかに置くと。そう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 、うん、あそうそう、それで思い出したんだけどね。何が思い出したんだ。ほら、ああ前回マルチの話したじゃん。ああしたね。で、あの渋谷に連れてかれたのがあったじゃん。ああ第1話かじゃん。そうそう、それで、うん、他のね友達、うん、あの太っちょの友達、うん、いるじゃん。いるじゃんって。その人が連れてかれたんだって、やっぱアイ君に。おで、その太っちょの友達は、うん、なんていうかね、推しに弱いっていうかね、うそういう感じだったから、うん、サインしちゃって。おしちゃったの。しちゃったの。あらま。で、しかもその代金をローンじゃなくて、なんていうの、ほら毎月3000円とかさ5000円とかのああいうローンじゃなくて、あの消費者金融、例えばアコムとかさ、おうおうおうあるじゃん。おう危ねえの、うん、アコムあんじゃん。おあそこの自動借り入れ機まで連れて行かれて、おう美顔器の金借りさせられたんだって。
ほんでまあでそこで一括支払いして契約しちゃったんだって。へえ、契約しちゃったのか。いやねえ、アイク、あのアイクはもうすでに払い込んでんだろうけどさ。おお、じゃあ消費者金融の金だけが残ってたんだな。じゃあ残っちゃったね。おお、でその効果あったのかな、逆にな。それを知りてえんだったらな。まあでも美顔器なんてさ、ヨドバシカメラとか行きゃさ 4,5 万で売ってるからな。それを 3,40 万で売ってる時点でどうなのっていう。いやでもその 3,40 万でもそれなりの効果があるならいいよ。だからないんじゃないの。ないのかよ、年会。でも分かんないよね、だってあの型番とかもないしさ。ああそもそも量販店で売ってねえからさ、値段も分かんないしさ。うん、よくできてると思うよ。だって値段調べられないの完全に直だもん。まあまあそうだな、うん、はあ。まあだからどっかこうなんか怪しいなと思うときは、じゃあこっち財布を持っていかないと。ああそういうことな。財布と印鑑を持っていくなってな。そうそうそう。ああでも現金だけあの本当にもう移動できるくらいの、うん、なくしてもしょうがねえやくらいの現金だけ持ってって、ああ自衛をすると。で偽物の警察手帳でもな、どこで、ね、どっかで買ってな、ポロッと落としてな、え、あなた警察だったのって言われた方が面白いんだけど、その続きあればな。そんなの絶対バレるだろう、ね、はあ、まあみんな気をつけようね、じゃあね、うん、まあそういうことなんで、うん、あのタケノコハギにはね、タケノコハギってまだありそうだよね。いや、それタケノコハギっていうの。いや、あれは違うよ、まあ、そのタケノコの話はどこ行ったんだよ、よく考えたら。だからタケノコハギっていうのは、はあ、あれだよ、まずさ入会金払うじゃん、はあ、入会金入場料。ああ入場料な、はあ、で初めは入場料って言ってないじゃん、はあ、3000円で全て完結する、はあ、3000円のサービスだから1万円のサービスが、はあ、3000円で全て完結しますよっていうのがさ初めじゃん、はあはあ、それなのに、うん、いざ行ってみたら、はあ3000円だけじゃなくて、さらに松竹梅っていう追加料金がかかるから、ほらタケノコをめくるみたいに次から次にお金を取っていくよっていう。そういうことか。そう、それでタケノコハギね。ほー、みんな勉強になったね。俺は勉強になったけど別に使わねえと思うけど、金輪際。あまあね、まあみんな、まあ、とにかく気をつけよう。気をつけようがねえけどな、ちょっとお友達選ぶのも考えねえ、考えもんだな本当にな。ああマルチの方はね。そうそうそう。でもマルチの方はさ、うん、友達選ぶっていうか友達じゃないやつが誘ってくるから、まあそれそうだな、まあ、友達選ぶとかいうそういう以前の問題だよね、うん、あと可愛い子ちゃんには気をつけろってよ。ああまあねみんながみんなそういうわけじゃない。いやそうだけどな、綺麗なものにはトゲがある、可愛い子ちゃんにもトゲがあるってか。いやまあでもあの子は騙されてただけだからかわいそうって。まだ言ってるわ、おめえも自分が騙されてるのによ、まあ、騙される前にあれだった。ああ勝負者来た。あら、まあみんな気をつけてね、うん、まあ、はい、まあそういうことです。またねー。はーい。